やっぱりマジック。はい、お、出てきた。すげえ。俺書いてないのに。ハロウィン後日談、うまい棒最強決定戦。決定戦、イエイ、イエイ。びっくりびっくり。すげえ。これはどういう企画ですか？これはうまい棒10本を俺がまたやっぱりマジックかけて割ったんだよ。割った、すげえ。正確に、うん、何個か失敗した？もしかして2本ぐらい失敗した。さすがにやっぱ MP 足んないもんな、お前じゃん。 MP 足んないんで頑張ったから、まあ、いいで、そこは置いといて、で食べていくじゃん、試食していくじゃん。おう、でそれをやっぱりマジック、どこだったっけな、確かどっかに書いてあるんだよね、うん、まあそれ後で見せるわ。なるほど、うん、それなんか順位表書いてあるから、うん、そこに、お、出てきた出てきた。あ、やっぱコピー機にちょっと時間かかるんだね。時間経過でちょっとね、MP 足んないからちょっと遅いんだよ。こんな感じ。なるほど。1,2,3,4,5,6,B,B とかあるから、ああ、それをランク付けようと思ってる。なるほど。うまい棒キングダムス。見せられないよ。LOL でもダメです。あのね、死体の時もダメだったけどね、LOL でもダメです。で、上にあるのが、これがあの前回のね、あのうまい棒の、あ、うめえ棒を食らうの時のランキングです。こっちは、今回のうめえ飯を食らうのランキングです。次、そっくり。じゃあ、第10位からビリですね。あ、たい焼きバーガーね、やっぱり。テレビ番が前回何位？ 7 位転落。でもさ、え、星野さん、あのシュガーラスクはそれは後で、あ、後でてかね、でもよくよく考えたらさ、ビリって書いてないだけ優しいと思う、うん、あ、今回10位になったもんね、俺優しいわ、うん、じゃあ9位なんだ、あ、シュガーラスクだ、シュガーラスクに負けたもん、テレビ焼きバーガー受けるんだけど、シュガーラスクは味があった、うん、テレビ焼きバーガーは味がなかった、味がなかった、ほぼ白米、白米って言っても過言ではない、白米とサクサクする何か、ああシュガーラスクはさ、あれ味あったからね、一応シュガーラスク今回あれドラフトで入りました。こっちのランキングでいないです。第8位、サラミ味、サラミここね、迷ったね、サラミ前回何位？6位、あ、転落したか、ちょっと正直ね、6位でも良かったなと思ってる。ああ、ちょっとあれ、6、7、8は微妙だったよね、うん、とりあえずなんとか順位決めちゃった感じです。コーンポタージュ、あ、彼も今回ドラフト選手ですね。コーンポタージュがこんなところにいたのは意外だった。俺もっとさ、サラミが上に来てさ、コーンポタージュしたかと思ったわ。ちょっと悩んだね、味がね、濃かったのがね、そうそう、おかずになったね、うん、はい、6位、ピザ味、ピザ味前回、ね、6、7、8がね、うん、ピザ味上がったじゃん、9位から6位に、3位も上がった。ご飯含めじゃね、こっちの方がうまいっていう、チキンカレーがズームされた。うん、分かんなくなってきた。正直言うと6、7、8はもうほんと僅差。うん、なるほどね。はい、5位、5位なんですけど、うん、5位、4位で同時に行きたいと思います。まさか、まさか、ちょっと待って、ちょっと一回スタップしてください、その、じゃあとりあえず5位行く。え、ちょっと待ってください、これ前も5位、4位同列でしたよね。これ嫌な予感しかしないんですけど、明太子とたこ焼きって。 Of course。 またですか、たこ焼き味か明太味、彼らライバルなんですか。ライバルなんです。そう言えないと思うんですけど。しかもですね、びっくりすることにね、うん、順位が今度逆になってるんですよ。あ、それはね、まあ、あの前回ね、ちょっと明太味かわいそうかなと思って、ね、入れ替えて、同率なのにさ、先にたこ焼き飲んだやつかわいそうかなと思ってさ、入れ替えてみた。はい、続いて。あれだよね、前回の時はさ、俺が好きなのが明太味で、星野が好きなのたこ焼き味だからって理由でさ、あのなんかこの同率意識じゃん、結局決着つけますけど、うん、今回はさ、別にそういうの加味してないのにさ、結果的に同率になったよね、こいつら。やっぱね、結局こうなっちゃうの、ソース風味のなんかカツ丼の後のご飯みたいになるのがたこ焼き味で、普通明太子ご飯なのが明太味、はい、意外とたこ焼き味が美味しかったんだね、ご飯であって。じゃあトップ3いっちゃう。はい、3、3位野菜サラダ。野菜サラダってさ、前回もさ、前回も星の指で隠れてる、今回も星の指で一瞬隠れたけど、前回も星の指でちょっと隠れてる、3位じゃないみたいになってる。指摘された失格。3位野菜サラダ、惜しかったね、これ。3位にいる名なんだよ。え、これちょっと待って、3位4位5位一緒じゃね。野菜サラダ、明太子とたこ焼き同率でしょ。そう
最初はだ明太子高いけど美味しい。え、一緒じゃん。まあ2位から変わってくる。変わってくる。2位前回なんだっけ。チキンカレーの1位が消えてんだから、そもそもここで何かしら変わるでしょ。え、じゃあ納豆とさ、ドラフト選手の何かがいるぞ。気になる。気になる。2位はどうする。最後2位1位パンっていっちゃう。まあ、とりあえず2位行きましょう。2位静かにチーズ味で、そっから1位が納豆。でも納豆はやっぱね、前回2位につけてた納豆、チキンカレーがいなくなったことによって1位に変えられた。1位ってことは、今回この運命大会、第2回運命大会で殿堂入り果たしたわけですね。前回3回目運命大会が行われた時は納豆消えちゃう。納豆はいないでチーズがまあ目指すみたいですそういうね、チャンピオンボード有力になるね、うん、流れ的に、うん、野菜サラダとか次頑張りそうだよね。その次ね、うん、3位3位って来てますから、今回は次あたり1位取ってもらいたい。何の大会が来るか分かんないですけどね。たこ焼き明太味のね、この 競争もね、そろそろ決着つきたいと思う。もうね、たこ焼き明太味はね、もうね、4位5位同率でいいんじゃないかと思って毎回このポジションあの悪くもなく良くもなくね、うめえ棒食らうといえばね、この風景あとね、割とダークホースになりかねないから6、7、8だと思うんで、ここもね、場合によってはね、グイって上がってきそうだからね。これね、照り焼きバーガー動画も減ってもね、5位以下にいると思う味薄いもん。あ、そっち見せられないな。まあ、俺が言いたいことが何個かあります、はい。まあ、総合して言うと、まあ、消えてますね。まあ、まず納豆味おめでとう。まあ、君が取ると思ってたよ。逆に君が取らなかったら誰が取るって思ってたよ。お前はね、びっくりしたけど、お前ね、俺6位ぐらいと思ってたよ。2位取ると思わなかったよ。で、やっぱ2つ目の笑いところは、やっぱたこ焼き味と明太味が決着がつかなかったこと。2回目も今回もこいつらは同じポジションで同じ倒立。そしてぶっちぎりの最下位取ると思ってたシュガーラスクが地味に9位。検討しましたよ。検討したっていうか、10位が検討しなさすぎただけなんだけど、サボったサボった、で、いけない場合がカスだった話です。カスだった。納豆すごいね。 C5 決着つかなかったね。10位カスだったね。9位超えちゃったねって話です。シュガーラスク頑張ったね。頑張ったねって話です。まあ、9位で、まあ、検討に。じゃあ今回もこの第1回うめえ棒を食らう大会から、この第2回うめえ飯を食らう大会、優勝は納豆です。以上、See you next time. でもな、来い、見せられないよ、来い、来い、見せられないよ。閉店ガラガラ。見せられないよ、もう。見たいんだったら動画の最初から見てください。